はい、どうも、フルート有田です。今回はフルートの三点支持についてお話していきたいと思います。どうぞ最後まで見てってね。さあ、今回はフルートの三点支持についてお話していきたいんですけれども、皆さん三点支持とは何かご存知ですか？読んで字のごとく、フルートを三つの点で持つことを言います。ではフルートはどの3つの点で持ってると思いますか？そう、こちら左手の人差し指の付け根と右手の親指、あと1ってありますよね。どこでしょう？そう、小指じゃなくて、こちら唇の下で持ってますよね。こんな感じで、このことを三点支持って言うんです。今回どうしてこの三点支持についてお話したいかと言いますと、こちらの三点支持でやると指がもっと早く回るよとか、絶対にフルートはこの三点支持でやらないといけないんだぞっていうことではなくて、フルートの持ち方っていうのは、皆さん結構楽器を始めてからね、まあいろんな年齢でスタートしてるとは思うんですけれども、最初ってとても持ちづらいですよね。で、自分でやったり先生に習っていくうちに、なんとなくフルートのね、バランスっていうのが保てるようになってくると思うんですけれども、あまりどういう原理でとか、どういう状態で楽器を持ててるのかっていうのはね、なかなか研究しないと思うんですけれども、持ち方の一つとしてこの三点支持っていうのを知っておくと、今自分がどうやってフルートを持ってるのかなとか、ちょっと持ち方に構え方に悩んでる方は、三点支持っていう持ち方もあるっていう風な知識があると、持ち方の改良につながるので、ぜひヒントとして、知っていただければと思います。さあ、ではまずその三点支持を安定させる練習法っていうのをお教えしたいんですけれども、こんな感じですね。わかりますでしょうか？このように口と左手のここと右手のここですね、ここだけでもって楽器がグラグラしないように持てるっていうような状態まで持っていけると、三点支持が安定しているっていうことになります。だから指をこんなに動かしても、こうやってねやってもっていう風に息を出しても、安定してこの3点支持ができるようになると、楽器を持つバランスというのがアップします。これでね、3点支持の感覚がちょっとグラグラして全然できないよっていう方は、もっと簡単な方法があります。それはこんな感じです。楽器をこうまず構えて、パーの状態でこっちの左手は楽器を向こう側に押します。こっち側ね、こっち側に押し付けて、右手もパーにして、右手はこっち側にベクトルを向けます。こういう風に、そう、こういう感じ。左手はこっち側、右手はこっち側で、そのこっち側とこっち側に行くパワーを、この口のところでバランスを取るっていう感じですね。こういう感じ。そう、三点支持の基本っていうのは、左手はこっち、右手はこっち、口はそれを支えるっていうような考えでできますので、まず最初はこういう風にやって楽器を安定させる、それでなんとなくこの三点支持のね、安定した感じっていうのがつかまえたら、今度はそれを人差し指の付け根、右手親指でできるようにする。こんな感じですね。もう一つの考え方としては、左手は楽器をこっち側に転がすように持つ。こっち側ね。で、右手は楽器をこっち側、外側に回転させるように持つと、こういう状態を作れるんですよ。わかりますかね？左手はこっち側に転がるようにして、右手はこっち側に転がるようにバランスを取ると、
それがねちょうどよくバランスが取れるとこうやって回転しなくなるじゃないですか。でそれもここの役割は同じで、それをうまくバランスを取ってあげるっていう風に考えると三点支持はうまくいきます。まあそれはこんな感じですけどね、こういう感じでバランスを取って、これをフルート本来の持ち方でもやってみる、こういう感じですね。右手はこっち側に転がして、左手はこっち側に転がす、そして口はそれを支えてバランスを取ってあげるっていう風にできるようになると、この三点支持っていうのが安定してきます。以上のこの2つのねやり方を参考にして、三点支持っていう感覚をぜひ掴んでみてください。さあ今回は三点支持についてお話してきました。フルートの持ち方っていうのはね、この三点支持以外にも、まあ二点支持の方がよく持てるよっていう方もいらっしゃるんですけれども、別に二点支持がいい悪い、三点支持がいい悪いっていうことではなくて、人それぞれの持ち方があってもいいんですけれども、より多くの持ち方を知っていた方がいろんな考え方、いろんな選択ができるということがありますので、今回はこの三点支持っていうのを皆さんに知ってほしくてご紹介させていただきました。なので自分はこれまでずっと二点支持でやってきて、三点支持でやったらバランスが崩れるっていう方も中には必ずいると思いますので、参考程度に考えていただいて、ちょっと先生が言ってた二点支持ってあんまり私には向かないんだよねとか、二点支持持ってるとなんか小指が痛くなってきたり左手が痛くなったりするんだよねっていう方は、この三点支持の考えを取り入れて自分の構え方、持ち方をより良くするのに役立てていただければと思います。何より大事なのは、二点支持がいい、三点支持がいい、パユが持ってるのがいい、シュルツが言ってるのがいい、ランパルの持ち方がいいということではなくて、自分にはどれが合ってるのかなっていうのをたくさん研究してほしいんです。そのための材料の一つとして、この三点支持っていうのをご紹介させていただきました。ぜひ自分に合った持ち方っていうのを研究してみてください。今回の動画がいいなというふうに思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。